はい。ジェイコブからお届け、札幌人図鑑。皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌人図鑑 .tv。私、案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、子どもカンパニー株式会社代表取締役の渡辺和弘さんです。はい、渡辺和弘です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大きい紙だ、今日。はい、よろしくお願いします。大きめに書きました。はい、大きめです。子どもカンパニーさんっていうのは、どういうことをされてる会社さんなんですか？はい、保育園やってます。で、札幌市内ですね。札幌市内の、まあ、街中だったりとか、うんうん、っていうところで保育園やってます。はい、今、いくつあるんですか？今札幌市内で4園、ありまして、はい、うん、全部で4園合わせ280人くらいですかね、はい、通ってきてくれてます。はい、街中でやってるっていうところでちょっとねユニークな保育活動もされているということなので、そのあたりのご紹介も含めてね、今日も3つのキーワードで伺ってまいります。はい、今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん。まずやってみろと言われた、街で遊ぶ、街から学ぶ、北海道へ恩返し。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあですね、保育園でどんなことされてるのっていうのを2つ目で詳しく伺うとして、そういうことをするようになった渡辺さんの背景から、まずは1つ目で伺っていきたいと思います。ご出身がどちらでしたっけ？北海道三笠市です。三笠出身 で、はい、で東京の大学行って、はい、まあ、東京で学生友達も含めて、まあ、いろんな人と出会ったっていうのが、うん、まあ、私の東京の財産でもあるんですけど、はい、まあ、その時にこの北海道出身っていうだけで、うん、なんていうんですかね、この最初のコミュニケーションがすごくスムーズになるんですよね。うん、学生時代北海道出身恩恵をいっぱい受けて、北海道に対してもう勝手になんですけど、なんか恩を感じたんですよね。はい、はい、でなんかこう北海道のためにこうなんか仕事ができることをなりわいとしたいなというふうに思うようになって、北海道ジャランっていう会社に、うん、はい、就職しました。まあ、ステレオタイプでなんですけれども、リクルートさんですから、もうものすごいなんかマネジメントとか、そういう企画とか、そういうこう握力が強くなったんじゃないですか？最初の編集長はですね、まあ、24時間まあ編集者であれみたいなようなこうなんか精神を、はい、教えてくれたりですとか、その後にこう編集長になられた方が、まあ、渡辺は編集者をこうとにかく楽しく素晴らしい仕事なんだっていうことの背中を後輩に見せる人のこう育成とか、そのマネジメントとかっていうようなところが、はい、学べたところかなと思います。北海道ジャランですごく成長さ、またこれも勝手に恩を感じたっていうところなんですけど、うんうん、じゃあ今度それをもっとこう、ね、幅広い人にこの自分がその成長させてもらったっていうことをなんか恩返しできる場を探してた時に、うんうん、私の父親が嫌味沢で、まあ、介護ですとか飲食とか、まあ、温浴施設ですとか、まあ、いろんな事業をこう展開してる会社をやってまして、はい、でそこにこう入ることによってその人材の育成だったりとか、うんうんうん、っていうようなところでまたそこでなんか恩返しできるんじゃないかなっていうのをこう考えるようになりまして、うんうん、はい、嫌味沢の方に戻るというような決断をしました。うん、リクルートで得たそのスキルを今度は家業の方でご実家のご商売でじゃあ生かしていこうかなということで、ご実家の方に帰られた。そこでまた学生時代からの出会いが待っていたそうですね。はい、私ずっと小中高とサッカーやってたんですね。うん、はい、でその時の高校生の時の、部活の OB の方で、もう父親と同じくらいの年なので多分今年70歳くらいになるんですけれども、はい、でその方が実は三笠で三笠 FC っていう少年、小学生年代と中学生年代を対象にしたクラブチームを、ね、はい、やられてまして、うんうん、このチームのコーチに、まあ、手伝え、はい、取る時にまずやれっていう話を、うん、されまして、サッカーのコーチとして、はい、まあ、仕事以外にプライベートの時間なんですけれども、うん、サッカーのコーチとして関わるようにそんな出会いがありました。うん、なんかあれですね、急に子どもたちを教えたりっていうのは経験ないですもんね。全くないですね。はい、はい、だけどとりあえずまずやってみろっていうふうに言われた。ああ、そうです、それです。はい、はい、なんでコーチなんですかって話を聞いた時に、うん、経営に役立つぞっていうふうに言われたんですよ。経営に役立つ、はい、
で僕も全然ピンとこなかったんですけど、うんうん、父親のね仕事を継ぐといいますか手伝うということで、うん、まあ、経営者としてのこう学びだったりとか、まあ、いろんなこうインプット情報インプットしてたんですけども、なかなかこうアウトプットしていける場っていうのはなかなかなかったですね、うんうん、でそこでこう子どもに対して例えば PDCA サイクルの回し方とか、うん、課題に対してこうじゃあどういうふうにこう解決していくかみたいな、うん、要はそういうような話をですね子どもたちにこうしていく中で、はい、子どもたちのその反応ってすごくいいんですよね。あ、はいはい、でそしてそのスパンもなんかこう早いってなってくるときに、うん、経営者としてのこうなんか情報だったり学んだことをインプットしていって、そのアウトプットの対象が、はい、このサッカーチームの子どもたちだったんです。はい、それをなんか、はい、で多分その経営に役立つので多分そういうことだと思うんですけど、はい、そこでこうなんかこう自分のこの自信になっていったというか、うん、そしてまあ何より子どもの成長がですね、うんうん、本当にこのサッカーのスキルじゃなくて、まあ、人としてとか、はい、まあ、考え方もそうなんですけれども、もう1日で違いますし、まあ、1試合、うん、もしかしたら1時間とか、はい、そのサッカーの中のワンプレーの中でぐっと子どもたちが成長していく瞬間っていうのが あるんですよね。でそういうようなこう成長に関するこう喜びみたいなようなものが大きく得れたかなというふうに思います、うんうん、じゃあこれのさらに小学生年代の下、うん、幼少期、はい、でどれだけ可能性が秘めてるんだろうなって思ったのが、うんうん、なんかこうゆくゆく保育園をやるっていうところにこの、うん、の大きな理由の一つですね。その、体験があって今の保育園、まあ、一番スタートはそこじゃないかなって、振り返る渡辺さんなんですけれども、じゃあ具体的にどんな活動をされてるのっていうあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、街で遊ぶ、街から学ぶ、はい、ということなんですけど、まあ、いきなり保育園ということにもならないと思うんですよ。じゃあ保育園実際やろうと思われたきっかけはどういうところなんでしょうか。ちょっとまあ岩見沢を中心にこう、ね、介護ですとか飲食とかっていう、うん、あの仕事を やりながらなんですけども、うん、本業の方でね、はい、本業ですね、はい、うんうん、でそこで、ね、こうありがたいことに育休復帰したいっていうような方がやっぱり増えてきたんですよね、うん、はい、非常にこうありがたいなと思ってなんですけれども、例えば介護業界だったら夜勤があったりとかがあって、うん、なかなかその夜勤にこう預けながらこう、ね、夜間にですね預けながら働くとかっていうようなことがなかなかできる保育園って少なかったんですよね、うん、はい、っていうようなところになってきた時に、あのやっぱ自社で保育園をあの運営というかやっぱ用意するべきかなっていう話が、はい、あの上がりました。でそこでいろいろ調べながら、自社の従業員のためにこう保育園をやると実はめちゃくちゃこうものすごい赤字、持ち出しがかかるなってなったんですよね、はい、そこでじゃあ同じようなこう課題を持ってる企業、うんうん、自社も含めて、まあ、たくさんあるよなっていうふうに考えた時に、じゃあそういうような課題を持ってる企業がこうお金を出し合って運営できるなんか一つのこういう保育園っていうのもなんか形としてあるんじゃないかなっていうのが、うん、はい、最初のきっかけですね。一旦札幌市に聞きに行ったんですよ、うんうん、そしたら札幌市のその、役場の方が、実は1週間前にこういうようなものが内閣府の方から来ましたっていうようなもの、まあ、パンフレットをいただいたんですけども、はい、企業主導型保育事業と言われる制度 で、うんうん、でそれをまあ読んだ時に、あ、実はこう私たちが今その考えてる企業にこう契約していただきながらやるっていうようなことがまさにその制度として認められている、そんな制度だったので、うん、もうすぐにやろうということでプロジェクトが立ち上がって、うん、まず1年目の札幌の大通りに子ども館というのが、はい、はい、開業したと。企業型だから街中だったんですかね。どうすんだよ、お母さんたちってどうですか、ですね、一緒に出勤してくる感じなんだろうか、どうやって預けてらっしゃるの。そうですね、公共交通機関で来られる方がほとんどなんですけれども、うん、まあ、なので一緒に公共交通機関で一緒にこう出社するみたいなイメージ、はいはい、あー、なるほど。大通りだったり札幌駅だったり、うん、まあ、子どもカンパニーは公共交通機関の駅のすぐ近くにあったりしますので、うん、そこでこう預けてから出勤する、うん、はい、で勤務が終わったら迎えに行って一緒に帰る、なるほどなるほど、そういうようなケースの方たちが多いかなという、うん、
はい、このスタイルが受けてですね、今本当に大通り、中心を含めて札幌市内の中心部にね、もう4園あるんだよっていうことなんですけど、ここでちょっと気になるのが、街中だったらどうなんだろうか、その郊外だったらね、その園庭が広い園庭があったり、ちょっとしたその広い砂場があったりとかね、そういうイメージがあるんですけど、街中の保育園だったらそのあたりどうしてるんですか？例えばなんですけども、園庭が大通り公園、園庭が北大、すごい、園庭が道庁だったり、道庁だったり、あともちろん街にも公園があったり、自然が実は創生川も含めて、まあ、実はいろんなこう公園と言われるようなものってあるんですよね。なので子どもカンパニーの子どもたちはそこが園庭です。ごく僕は贅沢だなというふうに思ってますね、毎日遠足行ってるみたいな感じですね。そうですね、はい、羨ましいです。なんかいろんな公園に行って、でいろんな人がいる、いろんな環境がある、はい、いろんな花があったりとか、もう季節に応じて全然変わりますし、街にあるものがこう公園代わりになっているので、まあ、いろんな変化だったりとか、っていうのがあるのが、子どもカンパニーの、まあ、特徴かな、特徴の一つかなというふうに思います。そうは言っても、園児ですから、連れて行ったりするの大変じゃないですか。乳幼児だったらよくね、ワゴンの中乗せて子供いっぱい乗せてゴロゴロ歩いてる人いるけど、もうちょっと大きいですもんね。地下鉄乗っていきますし、バスも乗ったりしますし、意外にそこのやっぱり乗り方のそのことを調べたりとか、まあ、子供たちが主体的に自分たちで調べたりするので、まあ、街もちゃんとしたルールを守りながら歩いたり、はい。言われてみれば札幌市内にはそういう、こう子どもたちを連れて行って遊ばせられる公共の場所とか施設とかたくさんあるよなって今連れてきたいとこ私もいっぱいあるなと思いながら話聞いてたんですけれども、渡辺さんが考える町の資源というか場所だけじゃないというお考えなんですよね。そうですね、当園のコンセプトが町で遊ぶ町から学ぶということで、まあ先ほどの園庭の、ね、話もあったんですけれども、保育園の中だけで考えてしまうと子どもたちにとってのこう遊びだったり学びの資源って実はめちゃくちゃ限られているんですよね、例えばスペースの問題もそうですし、用意したらおもちゃとかもそうですよね、でも保育園、はい、保育園の外にちょっと目を向けると子どもたちにとってこう遊びだったり学びになるようなそういう資源ってたくさん実はあるんですね。先ほど言ったように公園もそうですし、施設もそうですよね、北大の博物館があったりとか、まあ、道庁の資料館があったり、図書館があったりとか、たくさんあります。その中の一つのうちに、まあ、遊ぶ場所だったりとかその学びになるようなものだけじゃなくて人っていうのもなんかあるかなっていうふうに思ってます。なんか町とか地域にはね、たくさんなその道の例えば専門家だったり、そのことを調べてる方だったりとか、それを生業にしてるような方とか、でミュージシャンの方とかアーティストの方とか、たくさんやっぱりいらっしゃいますよね。そういうような人からこう教えてもらえたりとか、本物の体験を直にこう聞いたりとか触れるっていうことも一つこう町という資源を使った一つの私たちの保育教育、かなというふうに考えてますね、そういうこう町のいろいろな専門家エキスパートにお話を聞いたって、例えば具体的にどういうことをされたかちょっと例も教えていただいていいですか？はい、例えばですね、子どもたちの、成長点っていうのがあって、成長点、はい、卒点みたいな感じ最後の発表会みたいな、ね、そう、だから1年間かけて、こう学んだこととかっていうものをこう作品に残してこう展示するっていうような、はいはいはい、そういう活動なんですけれども、子どもたちがこう町のジオラマを作りたいっていう一つの成長点のテーマが、はい、ありました。はい、はい、でそこで、多分きっとね、普段からこう街に出かけてるのできっとそういう話になったのかなと思うんですけども、最初やっぱ子どもたちはやっぱり自分の好きなもの、例えばタピオカ屋さんだったりとか、なんかそういうものを、まあ、それも主体的でとても素晴らしいなと発想だなというふうに思うんですけれども、そこをね、人の資源ということで、札幌駅前通りの、町づくり株式会社さんに、町づくりってこういう観点で考えたらいいよっていうようなお話を、実はズームで子どもたちにお話しいただいたんですよね。はい、でそこから子どもたち の, その考え方がちょっとこう深くなってきたんですね。例えば、
こう街を作っていく中で、ここってベビーカー通れるかなとか、うん、街にはね、子連れの人、ベビーカーの人もいるよね、でもこの道だったらベビーカー通れないよねとか、はいはい、例えばここのお店これだと車椅子の人って手届かないよねとか、なんかそういうようなあの話が子どもたちから出てきたんですよね。すごい頼もしいですね、はい、地域に根ざした人から地域のお話を聞くチャンスってすごく刺激になったでしょうね。そうだと思います。で、自分たちが実際にこう作った作品とか街のジオラマをまあ見せて、はい、またズームで見ていただいて、はい、でそこにこう、なんていうんですかね、いや、素敵だね、行ってみたいとかに言っていただいたりとか、で、そこでまた交流があって、はい、で、子どもたちも自分たちでこう、ね、作った作品、考えたことを褒めてもらって、これがなんかきっと自己肯定感とか、うんうん、もしかしたらね、その子どもがなんか街づくりに興味を覚えたりとか、例えば建物に興味を持ったりとか、ね、もしかしたら建築の道に進んでいくかもしれないですし、はい、まあ、すごく良かったなと思う取り組みですね。親御さんがなかなか手伝ってあげられない分野というか、先回りしてね、プレゼントできない時間だなというふうに思いました。各園にですね、地域資源コーディネーターっていう方がいます。で、これは保育園に必ずいる人ではなくて、私たちが勝手に置いている人たちなんですよね、はい、で、先ほど話した通り、町には子どもたちにとってね、こう遊びだったり学びの資源っていうのが本当にたくさんある。で、その子どもたちの興味関心とその町の資源をつなげていく人っていうところで、うんうんうん、地域資源コーディネーターって人たちがいます。なので、こう町のジオラマを作るって話を聞いた地域資源コーディネーターが町づくり株式会社さんとこうつなげてくれて、そのズームでお話をいただくっていうようなところをこうつなげてくれると、うんうん、はい、っていうようなことを、なりわいといいますか、仕事としてる人たちが、うん、子どもカンパニーにはいます。うーん、いろんな大人がワイワイと自分たちのスキルを持ち寄ってね、そして本当に街でどうやって遊ぼうか、どうやって学ぼうかっていうのも、大人も子どもも一緒になって楽しそうでいいですねはい、私もすごく楽しいですね。それではこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、はい、じゃん、北海道へ恩返し、はい、ということで、まあ、全体を通してこれがすごくね、渡辺さんのテーマだなっていうふうに思うんですけれども、いろいろできそうですね、渡辺さん。まあ、自分の実はこのミッションというか、人生のミッションがもう北海道へ恩返しなんですよね、うん、まあ、北海道たくさんの恩を受けてきていますので、うん、まあ、これをこう人生かけながら返していきたいな。で、その一つがこの保育園でもあります、うんうん、やっぱこう保育園、まあ、子どもたちってなんかもう未来そのものだなと思っていて、うん、この子どもたちがやっぱり大人になって、まあ、北海道を作っていく、日本を作っていく、まあ、世界を作っていくっていう、で、そこの今僕はその子どもたちに対しての今保育園という形でメインの活動をしてますけれども、北海道に恩返しをするっていう切り口で考えると、いろんなことがこれからもできるかなと思います。例えば地域振興ももちろんそうですし、はい、なんかね、なんか新しい仕事を作って考えて新しい事業を起こすものもそうですし、うんうん、なんかそういったことは今後私の未来としては北海道恩返しという切り口でいろんなことをやっていきたいなというふうに思ってます。うん、親みたいに年の離れたサッカー時代の OB からの一言でね、すごくその社会の見方が変わったように、あと本当に10年15年したところで今保育園に通っている子どもたちと一緒に新しい仕事をしてるかもしれませんね。そうですね、その時はなんかなんていうかね、邪魔をしない大人になろうかなと思います本当に街中に保育園って大丈夫なのかなと思ったけれども、一番第一印象ですね、渡辺さんのお話聞いて、いや一番満喫してるのは子どもたちなのかもしれないなというふうに感じました。何か教育の形っていろいろですね、本当にその今時のスタイルを教えていただいて、私もどんどん情報を取りに行ける人でありたいなというふうにも思いました。これからも活動頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストは子どもカンパニー株式会社代表取締役の渡辺和弘さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。